イザー氏が言及、大谷はハンサムでパーフェクトボディを備えているドジャース11位に、ブレーブス、日時間5日、ロサンゼルスドジャース大谷翔平投手が意外な形で球団大物 OB に絶賛された。4日、日時間5日の4どころ時、ブレーブス戦で解説を務めたオーレル・ハーシュハイザー氏が、ハンサムでパーフェクトボディを備えていると語ったもので、ファンは全く同じ気持ちだよ、完全に正しいと同意している。地元放送局ネットロサンゼルスで解説を務めるハーシュハイザー氏は、大谷が第一打席に入った際に、前日3日、同4日の同カードで延長10回に放った同点打に触れ、誰もが大谷の自然な反応を見ましたねと語った。そして、彼はまさにハンサムな若者で、パーフェクトボディを備えていると思いませんか？彼が走者を返した時に、自然な反応を見せてくれました。彼にとっても重要なことでしたねと続けた。大谷は、この一打を放った際に一塁ベース上で両腕を突き上げ、雄たけびを上げていた。米メディア、ジョムボーイメディアの野球専門アカウント、トーキンベースボールが X、旧、ツイッターに、この発言シーンを投稿すると、ファンは続々反応。賛成、知ってた、うん、知ってる、そして野球がうまいんですと、コメントが寄せられた。また、髪も完璧だと忘れないようにしよう、ついでに髪も、パーフェクトって言ってほしかったと、ツッコミもあった。大谷はこの試合で5打数3安打2打点。6試合ぶりの8号ソロを放つなど気を吐いた。ハーシュハイザー氏は通算204勝で、ドジャースが世界一に輝いた1988年に最多勝ち&サイ・ヤング賞、ワールドシリーズ MVP に輝いた。スーパーレジェンドは、その実力だけでなく、容姿にもお墨付きを与えていた。フルカウント編集部。